皆様、本日はボートレース大村へお越しいただきまして誠にありがとうございます。大変お待たせいたしました。ただいまよりミニボートピア長崎五島開設11周年記念優勝者表彰式を開催いたします。それでは優勝されました杉山正樹選手のご登場です。皆様、盛大な拍手でお迎えください。それでは表彰に移りたいと思います。表彰者は大村市モーターボート競争事業管理者小川寛治でございます。優勝しました杉山選手には賞状と優勝トロフィー副賞が贈られます。まずは賞状の授与です。賞状優勝登録第4084号杉山正樹殿、貴殿はボートレース大村におけるミニボートピア長崎五島開設11周年記念において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえご了承します。平成29年4月19日大村市モーターボート競争事業管理者上官。続きましてトロフィーの授与です。続きまして副賞の授与です。副賞は大村市協定企業局長賞として大村市の特産品和牛詰め合わせセットを贈呈いたします。小川管理者、ありがとうございました。それでは杉山選手にはトロフィーをお持ちいただいて記念撮影のお時間を取らせていただきたいと思います。どうぞカメラをお持ちのお客様は杉山選手の晴れやかな表情を収めていただきたいと思います。杉山選手は通算24回目の優勝、今年尼崎の一般戦に続いて2度目の優勝を果たしています。大村では初優勝となっております。はい、皆様それではよろしいでしょうか。杉山選手、ありがとうございました。続きましてボートレース大村フロアアテンダントより花束の贈呈です。はい、それでは喜びの声をお聞きしていきたいと思います。杉山選手、改めまして、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、率直な今のお気持ちの方を。はい、ドンピシャの展開がはまりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、そして今日はですね、前コメントでも結構松崎選手や陸後定の渡辺選手に、はい、2馬身、6馬身ぐらいやられるっていう話を聞いてたんですけども、うん、その後調整としてはバッチリ、まあ、結構やられたままレース行ったような感じだと思うんですけどね。はいはい、そして1マークなんですけれども、はい、いかがでしたか。うん、スタートが胴体に見えたので、はい、もう付け前かもうまくり差しに行こうと思って、はいたら、はい、松崎くんがちょっと言ってくれたので、はい、もうそこをチャンスをついてというところ で、はい、そして、まあ、途中接戦もあったんですけれども、はい、どこら辺で優勝をいやもう3周1マークも危なかった感じがしたので、はい、もう最後まで最後まで、はいはい、今節はね追加なんで細々いきますと、はい、こうコメントの方をいただいてたんですけれども、はい、どうですか節間今回ちょっと4日間という短期決戦と途中ちょっと春の嵐にも見舞われ、はい、ちょっと短い期間ではあったんですけども、はい、節間中船足とかそういうところは調整の方とかは、まあ、スタートがちょっと本当に申し訳ないことに遅すぎて、はい、ちょっと序盤は調子が良くなかったんですけど、はい、昨日ぐらいからしっかりあって良くなってきたと思います。はい、はい、ありがとうございます。そしてですね、杉山選手はなんと大村はですね今回が初優勝というところでですね、初優勝ですね、はい、4回のファイナルを得て初優勝となっているんですけども、はい、大村の水面のイメージを改めて、もう最高の水面です。最高の水面、はい、ありがとうございます。はい、そして杉山選手もう次ですね、もう次節は明後日の4月21日からのですね、はい、丸亀の一般戦にも
間もなく出場というところで、はい、もうこの優勝を機にリズムよくいけそうですか。うん、そうですね。このまま勢いでちょっと突っ走りたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは次節のですね、意気込みも含めてこの最後まで残っていただいたお客様に一言、はい、メッセージをお願いいたします。遅くまで応援どうもありがとうございました。皆様のおかげで優勝することができました。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは今一度杉山選手にご注目していただきたいと思います。それでは優勝されました杉山正樹選手のご退場です。皆様盛大な拍手を持ってお送りください。はい、お楽しみ抽選券なんですけれども、事前に杉山選手にお引きいただいております。ここで次節のご案内をさせていただきます。